思い出したんですけど、最近食事制限をしていまして、なんかもう毎日のようにマック、モスバーガー、ココイチみたいな感じだったんですけど、ちょっとさすがに控えさせていただきまして、アスケンというですねアプリをさせていただきまして、今日の星町さんは脂質が多かったですっていうこと言われるんで、ちょっとそれが口うるさくてうざいのでっていうこと聞いてるんです。でも今日は炭水化物の量がとってもちょうど良かったですみたいな、今日は糖質が多かったですねみたいな、めっちゃ言われるんです。野菜食べよう、あのさ、いや君たちさ、もう口を開けば野菜食べよう野菜食べようと、あのやかましいですけれども、最近私整体に通ってるんです。あの主に喉周りの筋肉をほぐすために通ってるんだけど、そこの整体で喉周りの筋肉だけほぐしてても声の出し方っていうのは良くならないんですみたいなこと言われて、全体的に直していかないと腹式呼吸が下手くそになったり、全体的に直していきましょうっていうことで全体的にまあ直しているわけなんですね。特にスイちゃんはなんかあばら肋骨が結構歪んでるらしくて、なんか前に出ちゃってるんだって。でまあそういうところ直しつつ、肋骨が曲がってるの、いや曲がってるっていうよりかはなんかね前に出ちゃってるんだって。そういう人結構いるらしくて、座りすぎとかデスクワークの人とかは多いんだって。なんかちゃんと肋骨を動かせてない、反り腰か、あ、まあなんかそういうことかも。なんかそれで呼吸が浅くなっちゃったりとか、そういうことになるらしくて、そういうとこも直してんのね。でなんかご希望でしたら食生活についてとかもアドバイスいたしますけどみたいな、あーいやー大丈夫ですって言ったの。なんでかっていうと、アスケンっていうアプリの女がいるし、もうその女に散々口うるさく言われてるし、どうせ君たちと同じように、うん、野菜は取った方がいいですねってどうせ言われるんだろうなって、絶対野菜食べなさいって君たちみたいに言われるんだろうなって思ったから大丈夫ですってさ言ったんだけど、あのその通りにしなくていいんで、とりあえず聞くだけ聞いてもろてもいいみたいな、あよし OK でーすってことで聞くだけ聞いたんだけど、なんでいいですって言ったかっていうと、私あのお野菜とか食べれない偏食なんですよって言ったの。あ、そうなんですねって。そう、緑黄色野菜が苦手で、でブロッコリーとかめっちゃ苦手なんですって、ピーマンとか無理なんですって。そしたらね、じゃあ普段何食べてらっしゃるんですかって言われて、普段はまあお肉とかお魚とか卵とかまあ果物とかなんかそういう系ですかねって。あー、じゃあ全然いいですよって、むしろナイスですって言われて、お野菜とかは最悪サプリでも取れるんで大丈夫ですって言われて、お野菜の何がいいって、そのビタミン A とかビタミン C とかなんですけど、とりあえずタンパク質をたくさん取るようにしてくださいって言われて、だから赤身のお肉だったり鶏肉だったり、タンパク質をあの1日に適切な量取ろうと思うと卵6個分とかになるんですよみたいな、でそんな量取れないじゃないですか、なかなかみたいな、だからあの頑張るんですよみたいなもちろん食べた方がいいことには越したことはないんですけど、タンパク質を一番取ってほしいです。あとはカルシウムですね。だからみんなプロテインを飲んでいるんですよ。だいぶ都合のいい解釈いやでも言われたもんね、先生に。カルシウム、鉄分、タンパク質を摂取していれば OK です。そのアスケンの女に怒られろいいもんね、アスケンの女 AI だからえ、何の音これ、なんか来てる、何、倒さないとダメ、え、いやいや無理くね、え、本当にこれ無理じゃない、これ本当にダメじゃないですか、はビタミンが足りてない。え、ビタミンが足りてないから殺されたの？今もしかして。そういうことですか？野菜食べないからやられたのか。なんか野菜食べる人の野菜至上主義みたいなの、何なんですか？いいじゃん、タンパク質通ってんだから。アスケンの女が怒ったんや。アスケンの女もね、別にね、野菜食べろって言ってるわけじゃなくて、これを取れって言ってるだけだ。この成分を取れって言ってるだけだから。好き嫌いはあんまり良くない方がいいよ。それはさ、私自身が皆さんに声を大にして言いたい。あの、今、小学生とか中学生の皆さん、聞いた幼稚園児の皆さんなど私の配信を見ていらっしゃいますでしょうか。今のうちに好き嫌いは直した方がいいです。本当にいろんなものを美味しいと思って食べれた方がね、絶対人生幸せだから。偏食になってもね、いいことなんか一つもないですよ。見ています、あ、見てるここにいます、あ、見てる。昔キャベツの千切りダメだったな。その点で言うとね、スイちゃん最近キャベツの千切り大丈夫になったから、美味しくいただけるようになったから、レモンをかけてパクパクもぐもぐ、揚げ物と一緒に食べるとおいしい。
先生野菜以外割と結構食えるよ。イナゴは、イナゴ食べたことないかも。魚は大体食べれるけどな。あとタラの白子とかさ、あん肝とかさ、食べれないだろう。食べれない人間いるだろう。美味しいんだぞこの野郎。プリン体がですねうるさい。あ、なんかでもね、プリン体を抑える成分のある食べ物、ウインナーらしい。マジ？ま？え、なんからしいよ。なんかそういう話聞いたことある。ウインナーは塩分がやかましいって、やかましいっても